祖父と孫描かれた老人おじいさんは、日本語において、直系存続に浸透にあたる男性、もしくは、高齢の男性を指す、一般語として使用される。対義語は、おばあさん、または孫息子。ひらがなで表記される場合が多いが、漢字での表記は、おじいさん。親族男性のおじいさんは、お祖父さんと書き分ける場合もある。意地悪で素行の悪いおじいさんに対しては、じじいと。 別称されることもある。別称は中年の男性に使われる場合や20代前半以降の男性に対して使う場合もある。また、幼児語としてジージなどがある。ウクライナ語でもジジはおじいさんの心象である。おじいさんという語の指す意味は日本語の親族関連では以下のように分類できる。父の父母の父夫の父の父,の父夫の母の 父妻の父の父妻の母の父一人について、必ず1の父の父にあたる祖父と2の母の父にあたる祖父が存在する。日本語のおじいさんの語そのものは家計を区別しないが、特に家計を区別する場合は、父方や母方をつけて区別する。なお、祖父については、父方の祖父は内祖父、母方の祖父は外祖父と区別する場合もある。中国語等では、 両者は明確に区別される。結婚すると、配偶者の祖父を義理のおじいさんとして扱うことになり、3と4、または5と6が発生する。配偶者の祖父を欧州ととも言う。おじ、おばの宗とは自身とは、親族関係は発生しないが、おじいさんと呼ぶ場合も多い。また、親のおじ、すなわち祖父母の兄弟は、大王子と呼ばれるが、 続き柄以外の故障としては、おじいさんと呼ばれることも多い。おじいさんという呼び方は、地のつながった自分の祖父以外に、年老いた自分の父親や老人な地のつながった、自分のおじ、おじ、も、おじいさんという呼び方もある。岐阜に対して、60代以下では、お岐阜さん、60代以上では、おじいさんという呼び方であり、年齢や続き柄に関係ない場合もある。決して、 60代以下の祖父に対しては、中年期でまだ若く、おじいさんではなく、お父さんという呼び方である。ただし、頭がはげると60代以下でも、おじいさんと呼ばれるようになる。親の祖父、すなわち、祖父母の父にあたる祖祖父は、ひいをつけ、ひいおじいさんと呼ぶ。また、上記のいずれにも該当しない男性について、一、二と、同年代以上の高齢の男性の自称、または、 多少として用いる用法がある。なお自称の場合、丁寧語説当時の大、大鳥、いさん、じいちゃんという場合もある。通常、高齢の男性が、孫のような年少の人たちに対して呼びかける場合に、用いる。民話や昔話の老夫婦の男性を指すごとして、しばしば用いられる。死や、異界に近い存在として、仙人や魔法使い、神のイメージとして、 しばしば用いられる。祖父は稀に片親より、年少の場合も見られる。ありがとうございます。